それではよろしくお願いいたします。はい、ますえっと、はじめましてですもんね、はいえー。西川さんと中島さん。中島さんが、みゆきさんというね。えこれはもう絶対忘れないんですよね。<laughs> さあ、では、トランプを使った記述なんです。僕はゆうきと申します。で、トランプって、一応念のため確認します。見たことありますよね。ね、遊びます。はい、トランプ。最近はね。はもう平成生まれですもんね。人ね。はい、僕も昭和なんで、どっぷりトランプ。 子供の頃家ではそのトランプしかなかったですからトランプっていうのはですねまあ52枚でできてまして、えー、裏と表がありますちなみにこれは裏ですね裏というのはデザインが全部一緒ですですから、えー、区別つかないですね実際に表を見ないとマークとか数字区別がつきません数字とかマークはなんとなくわかりますハートダイヤクラブスペードエースからキング1から13本来ですとこちら側これ表のはずなんですけど これちょっと特殊なカカーードドでで表をねね印刷し忘れたカードなんです、ね、ちょっと珍しいでしょじゃあこれ何に使うのかって話なんですけどもちょっとマジシャンなりの使い方があるもんですからちょっと今日はそれをお見せしようとまあ仮にですよこちらが表だとしましょうか、ね、仮にねこっちが裏でこっちが表だとしましょうか数字1から10まで数字を一つ決めてほしいんですね何がいいでしょう ?33 を見つけますね多分ね これハートの3だと思いますまあ、勘ですよなんとなくね長年やってるとね本来はこれが3を印刷するはずだったカードだなっていうのこれ分かりますおそらくこの4枚が一応3のはずちょっと後でお見せしますねそう思ってみてくださいこれ4枚とも3のカード4種類ありますね。これ裏ですでこちらが本来数字とかマークの印刷される方です見えます見えないですかこれがですねハートの3だと思います 想像します。想像すると見えてくるんですね。見えます、えー、ほら、ちょっと触ってみてください。<わ>本当に見えてますよね。特別なカードというわけではなくて、想像すればわかるんです。これなんだかわかります手に取っていただいて。何だと思ます ?3 は3でもマーク4種類ありますよね。ハートはもうここにありますから。さあ何でしょうスペード まあこちらを見ればわかりますよね。ちょっとわかりにくいかと思うんで、ちょっと惜しかったですね。これ一応クラブの三です。クラブの三、ちょっと触ってみてください。そ、えーはい、これで二枚がきっちりと本来あるべき姿に戻りました。残りがこれ一応二枚なんですけど。こうするとこれでスペードの三が印刷されます。えー、ということはもう消去法ですね。ハートスペード、それからクラブがありますが、これ一応ダイヤの三。はい、ね、ダイヤの三だと思うと、何とか見えてきません。見えてこないですか。はい じゃあ実際に印刷するところをお見せしましょうぐるーっと回すだけですゆっくり引き抜いていただくと皆さんに表を見せてあげてくださいほらそれが台 <laughs> もう油断してるとどっちが表でどっちが裏が分かんなくなるんですけど<ー>例えばこれよく見るとジョーカーなんですねこれよく見るとハートのクイーンなんですこちらですちょっと分かりにくいですか こうすると分かりやすいす、えー、こちらがジョーカーでこちらがハートのクイーン弾いてあげるとこれで全てのカードが印刷されてしまうというわけでございますね、えー、まあ、もう一回戻しときますまあ、こうなると皆さんが普段使っている状態のカードということになりますでは今からですねこちらのちゃんと印刷されたカードを使ったマジックをやってみたいと思います、えー、間違いないですね 手に取ってみたと思いますけど、特に怪しいところはなかったと思います。では。半分ぐらい取っていただいて。はい。うん、そしたらですね、よく混ぜてください。お好きな方法で結構です。で、もう順番が誰にもわからない状態を今作りました。もしこれが全部裏しかないと、順番もくそもないですよね。はい、今、マークと数字はもうバラバラです。頭の中で。一から十の間で数字を一つ決めてほしいんです。頭の中で。決め、はい、ました。 めっちゃ悩みましたねそれででいい1から10までって言ってるのに時々52っていう方がいるんですけど大丈夫ですね1から10の間ででは僕横向いてる間にもしですよもうカード混ぜないいでくださ頭の中で考えた数字は1だったら1枚目を見て覚えてほしいんですこんな感じそうそうそう2だったら2枚目10だったら10枚目を見てほしいんですで皆さんにも見せてあげてくださいカメラの方にも見せてあげてください よろししいいいですす。すかか僕横向いてまま静かにお願いしますね。音で分かるって方いらっしゃいますから皆さんに見せてあげてください大丈夫中島さんも見といてくださいね、はいはい、覚えたら元通り重ねてください、はい okay? で重ねて揃えて、はい、もう裏向きですよね、はい、はい。で上に全部重ねましょう、はい、今ですね 一枚目から十枚目のどれかを覚えていただいた。はい、そういうことですよね。確率は十分の一。はい、これを当てます。えー、ノーヒントでね、えー、テーブルオシャレ持っていきます。手探りで当てます。多分これだと思います。まあちょっとポケット入れときますね。僕の予想です。で、今初めてお聞きしますけど、何枚目を覚えました？七。七。 一二三四五六七見てください。違いますよね。はいうん、ここにあったら失敗です。はい、僕の予想はここですから。思い出してください。はい、マークと数字大きな声で。はい、うん。なんでしょう。ハートの十一、うん。これがハート。えー、完璧じゃないですかね。もう一回混ぜます。やってみたいでしょ。 ちょっとやってもらいましょうこの中からじゃあ1枚選んでください僕に見せないように抜き出してください、うん、で皆さんで覚えてくださいよろしいでしょうか OK 覚えたらちゃんと伏せといてくださいねもうこうやって振り向くと表向きなっていることありますからね一応裏向きにしておいていただいてでカードの混ぜ方っていろいろありますよく混ざる方法としてはこういう混ぜ方がありますもうぐっちゃんぐっちゃんでもっとよく混ざる方 これあんんままりりね普通の方やりませんなぜかというと元に戻すのが大変だから裏と表をバラバララに混ぜちゃうこれ元に戻すの大変ですよねでもマジシャンはあえて困難にチャレンジします裏表バラバラの状態で選ばれたカードじゃあ真ん中ぐらい差し込んでもらいます裏向きのままで結構です今半分ぐらいは表向きで半分ぐらいは裏向きの状態これですよろしいですか 押し込みますそしてちょっと混ぜておきますよ裏と表がバラバラですよねよく見ててくださいまずカードの向きを揃えますほぼ揃っています今初めて聞きます覚えたカードズバリ何でした 程度のにスペードの2以外のカードが全て裏向きになってスペードの登場ということでございます。ありがとうございました。それでは引き続きね。ちょっと違う感じのマジックをご覧いただきます。まあ、カードは一応バラバラであることだけ確認していただいて52種類あります。で、これちょっとお手伝いをしていただくんですけど、今ちょっと表向きになっちゃいましたね。これ向き戻しておきます。 では半分ぐらいですね持ち上げていただけます。適当で結構です。いいですかそれでじゃあこちらの方に置いてください。で分けた場所のカードを皆さんで覚えていただいて、はい、よろしいでしょうか。覚えたら裏向きにしといてください。はい、こちらね。OK? で中ほどに入れときます。これ。でカードケースからであることを確認してください。覗いてみてください。からですね。 で僕は本当何もしません選んでもらったカードを真ん中に押し込んでケースに入れただけでお持ちください、うん、でカードケースを周りをちょっと観察してほしいんですけど中のカードは覗けたりしますどっか隙間があって中の様子がわかるそんなことないですよね、うんうん、完全に閉じ込められましたでまずは選んでいただいた1枚を当ててみたいと思うんですけど <laughs> まあこちらのカードが一応ヒントになりますねつまりこの中にはない本来52枚ありますけども半分ぐらいに絞られてます カード強くイメージしてください二人でさっき覚えたカードこの中にも多分同じマークが含まれているはずなんですねで、見つめてください二人とも見つめてください指の下のカードを見てくださいうん。明らかにハートで反応がありますから多分ハートだと思います合ってます <laughs> ハートでした合ってます <laughs> ハートのじゃあこの数字ね 数字一から十三までありますエースからキングまであれ今キングに反応しませんでしたもしかしてハートのキングじゃなかったですか、うん、合ってますうん。これはですねでもマジックというほどではありませんマジシャンじゃなくてもやりますいわゆる超能力者とかもしくはメンタリストとかいろんな方がやります反応で当てることができます僕はマジシャンなのでちょっと違ったことご覧いただきましょう中にトランプが入っていて真ん中に埋もれてましたよね このハートのキングを瞬時に見つける方法があります。正確に何枚目かわからないでしょ？はい、これだけ。わかりました？非常にまあわかりやすい状態になってます。広げるといつの間にかハートのキングが表。えー、たった一枚だけです。じゃあこれ押し込んでもらいます。風全奥まで。はい、さっきと違うのはだいたい真ん中ぐらいにハートのキングは入ってますけど、一枚だけ表向きですよね。 表向きの状態ですよねカードケースを使うと難しいのでこのままお渡ししますキングのことだけを考えてくださいハートは考えなくても結構ですそしてカードを軽く振ってみましょうキングのことだけを考えて前、まあ、やったことあります完璧でした、うん、このスイングの仕方も完璧 <laughs>、えー、今ちゃんとキングのこと考えましたよねキングのこと考えるとこれで全てのキングが揃ってしまうわけでございます、えー <laughs> えー、素晴らしい、もう才能があります。えーね、もしかすると、来月はここに座ってるかもしれません。<ー>素晴らしい、せっかくキングを、ね、選んでいただきましたので、じゃこれちょっとあとで使いますね、4枚だけ。あじゃあ残りのカードもしまっちゃいましょうキング以外のカードはしまって、キングはあとで使います。そしてこちらにですね赤いトランプがあります。 でカードの表当然バラバラですよね<ー>で普通はですねこの中から一枚最初選んでもらったりするんですけどちょっとですねざっと見渡してみてください一枚だけ気になるカードありませんでした、えー、気づかなかったですか実はたった一枚だけ気になるカードがあったのでそれをちょっと最初に抜き出しておきます<ー>あ、これですこれが非常に気になったので 後でわかるようにですね1枚だけ裏向きの状態で元に戻しておきますこんな感じですよろしいですかそしてですねちょっと失礼こちらにですねマーカーペンを持ってきましたちょっと置いときますね皆さんに覚えておいてほしいのはたった1枚だけ裏向きのカードがあるということこれ絶対忘れないでくださいちょっと混ぜておきますねではペンをお持ちいただいて <laughs> で、今からですね、カードを少しずつ送っていきます。で、どこでもお好きな場所でストップとおっしゃってください。このように一枚ずつ送っていきますので。ただし、絵札じゃない方がいいですね。絵札じゃないところでストップとおっしゃってください。じゃあ、中島さんにお願いしていいですか。はい、ゆっくりこのように送っていきます。どこでも結構です。ストップうん。今ハートの六とダイヤの9が見えてます。どちらか決めてもらえます。 ハー,ハートの6で自分で決めましたよ、はいはい、ではキャップを外していただいてハートの6にですねサインをしてくださいうん中島みゆきさんをし略して「中身さん」じゃあせっかくなんで今日の日付も書いときましょうかじゃあせ今日年も書いときましょうか、はい、今年ね ああ、自分の年書いてましたね。<laughs> あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、あの、<laughs> 今年の西暦を書いてほしいかなと。えっ、ー、と、大丈夫です。二十四歳、七、七二三です。中身さんです。です <laughs> はい。まあ、サイン者の、日は初めてですね。<laughs> はい。世界で一枚しかございません。<laughs> ハートの六がたまたま選ばれました。ハートの六を決めたのは西川さんでしたけれども。はい、サインをしたのは中島さんです。間違いないですね。では、こちらの方に。これはもう使いませんので、避けておきます。さあ、たった一枚のカードにサインをしていただきました。 ハートの6です先ほどのキングの間にちょっと見せておきましょうか4枚のキングありますけどこれ青でした青いカードの間に1枚だけ赤いカードを差し込んでおきますここまでいいですね、はい、1> 1ですちょうど真ん中ですさあ間近かここからねこのペンを持っていただいて真ん中を2回ノックしてください来ましたこの瞬間にですね これ中身さんのサイン付きのカード消えてしまいます本当に消えてしまいますどこ行ったか分かりますカードケースの中とかマットの下とかポケットの中とかいろんな可能性がありますけども最初にですね一組の中に気になって気になってしょうがないカードがあると話をしました1枚だけ反対向きでした これです、うん、カード選んでもらう前に1枚だけ裏向きにしておいたカードですずっとこのトランプはここに置いてありましたよね選んだのはハートの 6, 6当然この他にはハートの6はない探す場所は1箇所しかありませんなぜ気になっていたかただのハートの6だったらそれほど気になりませんなぜかひらがなで 中身そしてなぜか24という数字が書いてあったので<ー>非常に気になっていたというわけですね。